モスクワシティ、モスクワ国際ビジネスセンター、モスクワシティ、または、モスクワシティ、モスクワ国際ビジネスセンターは、ロシアの首都モスクワ中心部、プレスネンスキー区における都市再開プロジェクト及び、地域の名称である。モスクワシティは、ロシア及び東欧において、最初の大規模商業、業務、住宅、娯楽コンプレックスの建設が目標である。いわば、 都市の中に都市を作るとも言うべきこの計画は、1992年、モスクワ市政府によって企画、立案された。モスクワシティの建設は、クレムリンの西、モスクワ中心部の下町で再開発可能な唯一の場所であったモスクワ川貸しのクラスのプレスネンスカヤが選定された。開発地区の総面積は、約1平方キロメートルにもなる。 計画から15年経った現在でも多くの工場やコンビナートが立ち並んでいるものの、ゆっくりとではあるが、多くの高層建築の林立する新市街へと変貌を遂げようとしている。主なビルには、ヨーロッパ1位の高さのフェデレーションタワー、374メートルのほか、オコ、354メートル、マーキュリー式タワー、339メートル、ルネサンスモスクワタワーズ、 337メートル、ユーラシアタワー、309メートル、キャピタルシティ、302メートルなどがある。タワー2000は、モスクワ側右下半に建設中の34階建てのオフィスビルである。このタワーは、マイリシの開発地域とは、モスクワ側を挟んで離れているが、バグラチオン歩道橋によって、モスクワシティと繋がっている。マイリシの再開発計画中、 最初に完成した建造物である。には、地下駐車場、レストラン、様々な娯楽施設がある。エボリューションタワーは、第2区及び第3区に建設された。インペリアタワーは、第4区に設けられ、60階建てのビル A と、水の公園、アクアパークのあるビル B からなる。ビル A は、オフィス、マンション、高級ホテルを備える。 水野公園は海遊プールを中心に年中無休のショッピングセンター、レストラン、カフェなど、多機能複合娯楽施設や五つ星クラスのホテルを含むモスクワシティにおける娯楽の中心を担う地である。ビル A。ビル B。水野公園毎日中、最大のコンプレックスの一つで、第六、七、8九にまたがる。地下には、 地下鉄駅及び大駐車場が建設される。地上は三つに分かれている。八アール区には、超高級ホテルが作られ、アパート、レストラン、テラスなども設けられる。八ビット区及び第七区には、商業、娯楽施設が作られ、それぞれが四季を代表する四つの区画が設けられ、小売店、レストラン、美術館、娯楽施設、公園、スケートリンクなどが入居する。 第6区には6000人収容の映画館、劇場が設けられる。モスクワタワーとサンクトペテルブルクを象徴するビルから、なる、オフィスコンプレックス、第9区に建設中。なお、ロシア語のは、直訳すると、首都の街なので英語の名称よりはロシア語の、ロドストレーツの方が妥当かもしれない。ナベレジナヤタワーは、モスクワシティ第10区に位置する。 ナベレジナヤタワーの建物は3つのタワービルで構成される。タワー A17 階建ては2004年に完成した。タワー B27 階建ては2005年10月に完成。タワー C61 階建て268メートルは2007年8月に完成した。交通ターミナルは地下鉄や軽軌道、その他の公共輸送機関を結ぶ。オフィス、ホテル。 病院、駐車場などが設けられている。第十二区には2014年に高さ309メートル、72階の超高層ビル、ユーラシアタワーが建設された。業務、コンドミニアム、カジノその他の娯楽施設の複合施設となっている。第十三区のフェデレーションタワー、連邦、タワーは、完成すれば、ヨーロッパで最も高い高層建築となる。また、 ヨーロッパ最初のスーパートール300メートル以上の摩天楼となる。ビルはタワー A とタワー B、タワー C の3棟からなる。第14区にはヨーロッパで最も高いビルであるマーキュリーシティタワーが建設された。2009年建設開始。2013年完成予定の計画である。高さ380メートル75階建て。第19区の北タワーは オフィス棟、コンサートホール、フィットネスクラブ、レストラン、カフェ、病院、駐車場の複合体である。第17区及び第18区に建設される予定だったロシアタワーは118階建てで高さ612.2メートルの超高層ビルであり、完成すればヨーロッパでは最高、世界でもドバイのブルジュハリファに次2番目高いビルとなるはずであった。 2007年9月に着工し、2011年の完成を予定していた。設計者はノーマン・フォスター。設計段階では、延べ床面積は52万平方メートルに及ぶが、そのうち38%の20万平方 M は地下に作られる。タワーには101機のエレベーターが、地下には3680台収容の駐車場とショッピングセンターが開けられる。 タワーの下の方には、オフィスや大会議場、ホテルが入居し、上層階には、住宅が入る。ビルで働く、最大人数は3万人を計画していた。しかし、金融危機のため2008年11月に工事が中断され、2009年6月に計画は解消された。なお、ロシアタワーの建築予定地だった第17、第18区には、 ルネサンスモスクワタワーズというツインタワーが建てられる計画である。335メートル74階と290メートル63階の二棟が予定される。第10国に建設される予定だった視聴者及び市議会ビルも金融危機のため着工されることなく中止となった。これはモスクワ市内の多数のビルに入居するモスクワ市役所及び モスクワ市議会、ウーマを集約する計画であった。元来の計画では70階建てで高さ308.4メートルの超高層ビルが4つ向かい合わせで立ち、それらの間が低層階から最上階まで多数の連絡橋で結ばれ、全体として一つの美に見えるような形状であり、最上部は連絡橋の真ん中がくぼみ、M の字のようになる予定であった。モスクワ市における主要な幹線道路は、 環状3号線と、ツ通ゾフ減水用通りである。地下鉄駅は3駅作ることが計画された。モスクワ地下鉄の不良二日屋線を通すことが計画された。2005年デルボイゼントル駅、ビジネスセンター駅、2009年に隣接したモスクワエキスポセンター入り口前にあるので、ブースタバチナヤ駅、展示場駅と、改名が2006年延伸する形で、 メジュナロードナヤ駅、国際駅までが合した。また、モスクワの各空港へつながる高速鉄道のターミナルも計画されている。市庁舎、市議会はモスクワ市政府からモスクワシティに移転する予定である。その他の重要な行政機関や企業については、例えば、グローバルハイアットがモスクワシティに土地をこうしている。また、 モスクワ側には巨大な歩行者専用の橋が開通する。モスクワシティ地区は、モスクワとロシアの新たな経済センターとして、発展の起爆剤となることが期待される。なお、全体の完成は2020年を予定している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。